よっしゃ、続きやっていきましょう。第3章、被告人アリスですね。とうとうアリスが被告人になってしまったんですけど、大丈夫なんでしょうか。とりあえずスタートしていきましょうか。いきまーす。一応証拠を集めて自分に有利なものを探さなければいけないみたいなんですけれど、果たして見つかるんですかね。お？裁判が終わり、裁判所、体育館から人がゾロゾロと出る。私は片隅でそれをぼんやりと見ていた。無実の証明って言っても、私一体どうしたら？ねえ、もう寝てたわけだからさ、何が起こったかわからない状態なわけじゃん。それでね、探せって言われても証拠なんかもう隠滅されてるだろうし。記憶をぼんやりとしているのに、一体何をどうやって調べればいいのだろうか。とりあえず現場検証してみようで。この途方もない現状に肩を落としてうなだれていると。おお、バイブレーション？トントン。誰？肩が叩かれた。ん？あ！ハートの女王様、どうしたんですか、こんなところで。さっきは助かったわ。ありがとう。あ、お礼言ってくれた。なんかツンツンしてる感じと思ったらすごいいい人じゃん。あ、助けたなんて、そんな、私は思ったことを言っただけで。でも、結果的に助けられた。疑いを晴らしてくれたんだもの。疑い、まあ、確かにそうだもんね。じゃあ今度こっち助けてくださいよ。よかったです。あんな状態でハートの女王様が犯人にならなくてね。あんなの裁判じゃないよ。めっちゃ揺れる。まったく、なんて無礼なのかしら、あの検事。首を切ってやろうかと思ったわ。女王のくせにそういう権限はないの？ちゃんと三権分立はちゃんとできてるんだね。あははは、首切りって、シャレにならないです、それ。シャレにならないのはあなたの方でしょ？そうですね。今度はこっちが殺される番になっちゃったからね。え？今度は、あなたが被告人じゃないの。今度弁護してくれませんか？お願いします。そうだ、今は私が被告人なんだ。なんとかして、白ウサギを殺していないって、一生しないと。なんであの時言い返さなかったの？犯人じゃなければ、その時何をしていたかくらい言えたでしょ？それがですね、ちょっと寝てたんですよ。そのびっくりすると思うんですけど、思い出せないんです。思い出せない？これもう本当に犯人説もあり得るからね。怖いわ。ハートの女王は、あっけらかんな声を上げた。当然だ。記憶が曖昧で、その、記憶喪失っぽい。いような事件当時のことが思い出せないって、すごく犯人っぽいわよ、それね。推理小説とかだったら完全に犯人フラグなんですけれど。自分でもそう思います。でも、私は包丁で人を刺すなんて絶対にできない。それだけは確信している。私に人殺しをする度胸なんてない。動機もないしね。せっかくだし、ハートの女王様に色々聞いてみよう。何か手がかりがつかめるかもしれない。ね、第一発見者なわけだからね、その現場を見てるだろうし。じゃあ、調べる。どうやってこれ調べられるの？ハートの女王様と自分の関係について。事件当時の自分について。じゃあ、女王様との関係について聞いてみる？私とハートの女王様って、初対面でしょうか？失礼な質問だね。は？一体どんだけ記憶が抜けてるのよ？盛大に飽きられた。どうやら、お知り合いだったみたいだ。それすらも忘れてるのか。それとも周りの人間がそういう記憶を植え付けられてるかどっちかだよね。あなたも私も白ウサギも2年3組で同じクラスなの？クラスメートなのかよ。クラス、教室でそんな格好してんのかやめた方がいいよ。いじめられるよ。あ、そういえば裁判の冒頭弁論でハートの女王は2年3組だと言っていた気がする。覚えてないそんなこと。白ウサギもそうだが、クラスメートを忘れてしまっているのはいかがなものか。忘れてるのか、それともそれが事実なのか、どうかっつうのはね、わかんないけど。っていうか、この人同い年なの？いや、ちょっと年上な感じするけどね。そうよ。何？年上だと思ってたの？別に敬語で話す必要なんてないのよ。なんかね、5歳ぐらい年上な感じがするけど。そうですね。大人っぽいんですね。と言われても、とっさに敬語で話してしまう。オーラというか人を圧倒する雰囲気を持つ人だな。まあ、初対面の人だしね、なんかね、一回敬語使っちゃうとなかなか敬語から抜けるのって難しいよね。お、じゃあもうちょっと話しましょうか。じゃあ事件当時の自分についてなんか知りませんか？それで、私被告人になっちゃったんですけど、ハートの女王様は知りませんか？私のアリバイ。残念だけど知らないわ。そうだよね。普通知ってないよね。知ってたら言ってくれるはずだしね。ですよね。そりゃそうだ。事件当時、あなたがどこにいたのかは知らないけど、すぐに教室からいなくなったから、家に帰ったんじゃないの？いや、教室に行ったよね。教室で寝てたわけだからね。すぐに帰った？おかしいね。だとしたらどうだろうか。もし誰かと一緒に帰ったなら、無実が立証されるだろうか。下校中の生徒からの目撃情報があれば、その目撃情報さえあれば、証言さえあればね、いけるはず。
思い出せないなら聞いて回るしかないでしょうね。ね、もう何もない状態だから情報を集めなきゃね。そうします。状況は未だ絶望的だが、とにかく行動するしかないようだ。そう、少しでも多くの証拠をね、見つけられるように頑張ろうぜ。とりあえずここら辺調べたいんだけど、なんかないかな。今は鍵がかかっているようで中に入ることはできない。オッケー？じゃあ、周りも調べられそうね。ちょっと考えてみる？もし誰も私がどこで何をしていたか知らなくても、私自身も思い出せなかったらどうなるんだろう。確かにそれが嘘の証言ってある可能性もあるしね。まさか本当に犯人にされちゃうのかな？いやいや、弱気になってちゃダメだ。進まなくちゃ。そう、進んでみよう。とりあえず、移動してみようかね。ここら辺にはもう何もないみたいだし、この人にはもう聞くこともなさそうだし。じゃあ、廊下行ってみよう。廊下行きまーす。誰かいるかな？誰もいない。調べてみる、一応。外側とか。外は真っ赤だ。下に中庭が見えるが、今は誰もいないよ。誰もいないか。これ人がいたらまた話は変わってくるのかな。じゃあ、教室戻ってみようか。誰かいるかもしれないしね。おーす、頼もう！あ、なんか書いてある。神崎アリスくん？はい、先生、芋虫先生。芋虫先生！教室にいたのは、芋虫先生だった。まったく、大変なことになった。こんなことが起こるなんて私は聞いていない。誰も学校で殺人事件が起こるなんて思いませんよ。その通りだな。普通はそうだな。おや？アリス君、君もそう思うかな？どういうこと？え？日常茶飯事ってこと？なんでもない。こんなところまで来て、どうしたんだ？いや、なんか証拠とか証人とかいないかなと思っていろいろ混乱してて、聞いてもいいですか？うん。なんだろうか。私に答えられることなら、この人も怪しいよ、なんか。先生だったら何か知ってるかもしれない。聞いてみよう。やってみよう。ちょっとお話しましょうか。ちょっと調べたいんだけど、成人サーバーについてちょっと教えてくれませんか？私も無知でしょうがないんです。先生は見ていましたか？あの、精神裁判。もちろんだ。どう思いましたか？どういう意味だ？だって、おかしかったじゃないですか。ね、あんなのね、常人離れしてるよ。処刑が先で判決が後だとか、証拠もないのに人に殺人者扱いしたりとか。別におかしいことではないだろう。この世界では常識ってことか。私は驚いた。芋虫先生のことは覚えている。別に変な人ではなかったはずだ。じゃあ、その記憶の中の芋虫先生っていうのは、こんなことを言う人じゃないと。なんだこれは。普通のクラスの担任だったはずなのに。でもこのヘルメット被ってる時点で普通じゃねえんだけど。どうしておかしくないんですか？それが当たり前だからだ。理由などそれで十分だろ。だってこれさ、A 型の人とか AB 型の人が聞いたらもやもやしちゃうよ、こういうことしてた。なんか論理的じゃないもん。当たり前って、そんな。自分に火の粉がかからなければ、どんな事件だって映画のようなものだ。もう他人ってことか、もう完全に。自分じゃなければ、自分に なんかね、悪いことが起こらなければ全然 OK みたいな、もう満体ってことか。それは良くないよ。私にはもうガンガン火の粉が降りかかってるのに、そういう被告人なんですよ、私。生徒を守ってくださいよ。そんなの、理不尽です。そうだな。理不尽だ。小さな環境での上下関係も、上から押し付けられる無意味なルールも、立場が上だと勘違いしている者の発言も、負いたくない責任を押し付けられることも、全部理不尽だ。まあ、これは現代社会でもあるからね。先生。考え方を変えれば、君は幸せなのかもしれない。どういうこと？生という呪縛から逃れられたとか、そういう怖いことを言い出すの？犯罪者扱いされることのどこが幸せなんだろうか？理不尽に対して、理不尽だと声を上げられるのは、きっと幸せなことなの。だろう。まあ、確かにね、理不尽だっていうことを受け入れて我々は生きてるわけだからね。それの繰り返しだし、それに対して抗議できるっていうのはある意味幸せなのかもしれないね。大人になるにつれて、その理不尽を黙って飲み込むことしかできなくなるもんだ。そうなんだよね、ほんと。まあ、人それぞれ感じ方は違うがな。何はともあれ、今回の事件は私には関係がないことだ。生徒なんで、愛すべき生徒のことなのに関係ないって。それはひどすぎるよ。自分のクラスで死者が出たのに、それはあんまりではないだろうか。しかし、これ以上、このことについて話したところで、先生からいい意見をもらえるとは思えず、私は押し黙った。教育者として、聖職者のね、風上にも置けないわな。で、ちょっと調べてみる。この後ろのさ、このウサギの穴を待つ逆さま、血文字が怖いんだけど、
日付は5月14日、ウサギの穴は真っ逆さまと黒板に落書きされている。ウサギじゃなくて私がお先真っ逆さまだわ。確かにうまいこと言ってるね。なるほどね。じゃあもうちょっと先生と話してみようか。白ウサギについてちょっと教えてください。あの、先生は白ウサギのことを知ってますか？もちろんだ。私の担当する2年3組の生徒だったのだから。私と白ウサギは、その、友達だったんですよね。そう、フレンズだってことも忘れてるわけだからね。なぜ疑問系なんだ？自分のことだろ？そうなんですけど、ちょっと記憶障害があって今。わからなくなっちゃって。さあ、私にもわからないな。ちょっと考えてくださいよ、もう。私が2年3組のクラスを受け持って1ヶ月半だ。申し訳ないが、そこまで生徒のことは把握していない。いやいやいや、もう4月に入る時点で全ての生徒の名前とさ、ね、性癖ぐらいは覚えといてよ。そうですよね。うん。こんなに素っ気ない先生だったっけ？これが最近よく聞く塩対応ってやつなのかな。まあ熱血的なね、先生っていうのもね、もう生徒がね、冷めてる人からね、なかなかいないんだろうね。ドラマ見たくはうまくいかないしね。なるほど。じゃあ最後、私についてちょっと教えてください。先生はご存知ですか？私が14日の放課後、どこで何をしていたのか。知らないな。知らないの？ですよね。分かってはいたが、心がくじけそうだ。ちょっとでもね、手がかりあればよかったんだけど。あ？アリス君は帰宅部じゃなかったか？そうですね、部活には入ってないみたいですね。帰宅部ですか。特別運動が得意というわけでも、楽器や絵画などの芸術に興味があるわけでもないので、帰宅部なのは納得だ。うん、特技があるわけではない。あ、私のバカ。部活に入っていれば、簡単に無罪を証明できたのかもしれないのに。多分ね、それ、部活に入ってたら、部室でね、事件が起こるとか、そういうことになるんだよ、きっと。この運命から逃れられないんだよ。私が頭を抱えて悶々としていると、先生は思い出したかのように手を打った。お、なんか手がかりが？そうだ、役に立つかわからないが、アリス君は、図書委員だった。本を読むのが好きだったのかな？図書委員？そうだ、確か君から立候補したのではなかったかな？そうだったんですか。そうだったんですか。図書委員か。じゃあ、図書室行けば何かわかるかもしれないね。思い出したよ。よく図書室に行っていただろう。そこに行けば何か情報が得られるんじゃないか。ありがとうございます。役に立つじゃないですか先生。行ってみます。これで図書委員だったからと言われて、何がどうなったかも限らないが、今は藁にもすがる思いだ。図書室へ行ってみよう。やってみよう。ね、もしかしたら仲間がいるかもしれないし、その図書室の図書委員の子を待つために教室で寝てたかもしれないしね。じゃあ図書室行ってみましょうか。早速移動します。図書室行きましょう。お、図書室。結構綺麗な図書室だね。失礼しまーす。扉を開けて図書室へ入った瞬間、紙とインクの匂いがした。私は便意を催した。大好きな匂いだ。その空気を吸い込んで吐き出す。よし、と自分に気合を入れて呼びかけてみた。あらー、誰かいませんかー。誰もいない？誰かいませんか、いませんか、いませんか。誰もいない。もう帰っちゃったか。もう下校時間過ぎてるしね。誰もいませんね。いないんですね。じゃ、調べちゃいますよ、勝手に。返事がない。ただの屍のようだ。じゃない。誰もいないようだ。ドラクエネタ挟まないで。また空振りかと肩を落としてうなだれていると。お、あ、来た。勝った。何？本棚から人が顔を出した。ああ、バイブレーション。何？え？何そのマスク？パンクだね。そこにはマスクをしたショートカットの女の子が立っていた。ね、目元可愛い。あなたは、見覚えがない。一体誰だろう？お知り合いだろうか？全く知らない人だろうか？それとも忘れてるだけなのかな？もしかしたら勝手に図書室へ入ったのを怒られるかも。いや、図書院内なんだからいいんじゃない？しかし、マスクの女の子は何も言わない。私がそのまま黙って突っ立っていると、女の子は歩いて図書カウンターの中に入っていってしまった。この子も図書院なんじゃない？じゃあ。そして、そこで私を手招きする。恋ということだろうか。私が女の子の元へ行くと、ノートに文字を書き始めた。どうしたの？喋れないの？わざわざ鉛筆でノートに書くだろうか。ひょっとして、この女の子は、私と喋りたくないのだろうか。その、もしかして、喋れないの？私が聞くと、女の子はうなずいた。喋れないの？それとも喋らないの？どっちなんだろうね。そうなんだ。ごめんね。気遣って。ありがとう。変なこと聞いてもいいかな？女の子は再度うなずく。私たち、
知り合いかな。こんなことを聞くのは失礼だと分かっていたけれど、私には記憶がない。はっ。女の子は一瞬目を見開いた。そしてその後ゆっくりとうなずいた。でも知り合いだったのになんでさ喋れないのって聞いた時疑問に思わなかったんだろうね。そっか、あの失礼なことを言って気分を悪くさせたらごめんね。でも私今記憶がないみたいで、あなたのことを思い出せないの。こうやって問いかけてくれたということは少なからず見知った仲だと思うのだが、私は思い出すことができなかった。突然記憶がないだなんて変な子だと思われただろうか。女の子は私がうつむいてるのを見て、またノートに文字を書き出した。私は、チェシャ猫？あなたがチェシャ猫なの？確かに首に鈴つけてるけど。猫っぽくない。チェシャ猫。そう、あなたの多分友達というか、友達と言っていい関係。友達。フレンズ。二人目だ。記憶のない友達。先ほどの裁判で検事に言われた白ウサギと、そしてチェシャ猫。そっか、失礼なこと言っちゃってごめんね。記憶がないなら仕方がない。私でよければ話が聞くよ。書くの早いね、文字。ありがとう。わけのわからないことだらけの現状で話を聞いてくれる存在というのは私にとってとてもありがたかった。涙が出そう。うっかり泣きそうになったが慌ててぐっとこらえた。泣いていても仕方がないのだ。今の私は殺人者扱い。早く潔白だと証明しなくては。そうだね、いち早く証拠を集めないと。次の裁判って次の日だったっけ。さっきの裁判見てた。知らない子はうなずく。そう、その場の勢いでハートの女王様の弁護をしちゃったんだけど、私いろんなことが思い出せないの。死んだ白ウサギと仲が良かったってことも、あなたと友達だったってことも覚えがないし、どうしてこの教室で眠っていたのかも、事件当時私がどこで何をしていたのかも記憶がなくて。この教室なの？違うでしょ？あの教室だよね。うん。私がたどたどしく説明をしている間、チェシャ猫は黙って話を聞いてくれた。あ、でも、全部の記憶がなくなってるわけじゃなくてね。ここが私の通っている学校だってことは覚えているし、父さんとかお母さんとかのこと、お姉ちゃんのことも、飼っている猫のダイナのことも、ちゃんと覚えているの。でも、ところどころ穴が開いたみたいに思い出せないだけで。自分のそのリアルの世界に組み込まれたなんか異端物みたいな感じなのかな、この人たちは。そんな感じなのかな。アリスは思い出したい？そりゃ思い出せるならね。チェシャ猫がまっすぐな瞳で私を見る。思い出したい？という問いかけになぜか一瞬ゾワリと寒気がしたが、私はチェシャ猫に答えた。どういうことなんだろう。思い出しちゃいけないのかな。うん、思い出したい。そう、チェシャ猫はうなずいてこう続けた。私はアリスが白ウサギを視聴覚室で殺していないと証明できるかもしれない。来たこれ、証人。どういうこと？本当に見てたの？チェシャ猫はうなずくとカウンターの引き出しからファイルを取り出した。ファイルには図書委員当番表と書いてある。さらにチェシャ猫はファイルを開いて見せた。そこには5月14日木曜日 2-1 チェシャ猫 2-3 神崎アリスと書かれていた。授業後、あ、当番だったってこと。じゃあ私の名前5月14日事件の日、私図書当番だったの。いたずらがありましたが解決済みですって書いてある。いたずらってなんだろうね。そう聞くとチェシャ猫はうなずいた。活動内容には昼休み、授業後の図書室の貸し出し返却の受付、図書室の管理とある。5月14日木曜日、神崎アリス昼休み出席。授業、あ、出席してんじゃん。じゃあ私は授業後、ここへ来てたんだ。チェシャ猫はうなずく。ありがとう。私にはちゃんとアリバイがあったのね。ほっと安心して、私はチェシャ猫に微笑んだ。図書委員当番表をファイルに記録した。これは重要な証拠になるよね。私とチェシャ猫は事件当日の昼休みと授業後の出席にサインをしている。まあでもサインだけなら誰でもできるからね、簡単にそれはなんか証拠にならないって言われちゃいそうだけれども、でも今のところね、唯一の証拠だからね、これは大事にしとこう。チェシャ猫はノートに走り書きをして私に見せる。よかったね。私は用事があるからここを離れる。え、もう行っちゃうの？俺に仕事を任せるの？アリスは自分で色々と調べてみて。
親切にしてくれた味方のような存在が自分のそばからいなくなってしまうのは心細いが、用事があるのなら仕方ない。そうだね、その用事、まあ不安だけど、もうちょっと証拠探してみようか一人で。うん、ありがとう、いってらっしゃい。そう言って私はちちゃ猫を見送った。なるほどね。そっか、でも味方がいるっていうのは心強いね、本当に。さ、じゃあここら辺も調べてみようぜ、図書館も。じゃあ調べます。ここら辺。パソコンだ。ちちゃ猫がつけたのだろうか。起動している。ちょっと見とこうぜ、ここもなんか。重要な証拠があるかもしれないし。モニターを見ると、図書の貸出履歴などが表示されている。もしかしたら、アリバイ立証に使えるかもしれない。印刷機でコピーすることにした。いいね。素晴らしい。図書の貸出履歴を手に入れました。もしかしたら改ざんされてるかもしれないからね。なるべく許諾は取っとかないと。じゃあ他にも調べられそうなところ。ここで本を読んだり、勉強したりすることができるフリースペースだ。よく利用したい、俺も学生時代。なるほどね、本。ここに今月の特集や新しく入会した図書が置いてある。右側ですね。なるほど。今月の特集は、エドワード・ゴーリーの絵本だ。素敵な挿絵がいっぱいある。今度読んでみよう。本を読むのは好きなんだね。結構な時間が経っていると思うけど、空は私が教室で起きた時と同じ赤さだ。夜にならないってこと？眠らない街。整然と本が並んでいる。私は本が好きだ。挿絵があるものが好きなんだけど、ライトノベルとかが好きなのかな。お姉ちゃんは挿絵のない本ばかり読んだよね。つまらなくないのかな。ん？本の隙間に何か挟まっている。一体なんだろう。何？しおりを手に入れた。だってメモには5羽の真っ黒な鳥が書かれている。カラスだろうか。ゴア様。なんだろう、気になるね。様って書いてあるね。これはちょっと重要な証拠。よくこの数多くの本の中から探し出せたね。しおりを手に入れた。メモには5羽の真っ黒な鳥が書かれている。カラスだろうか。わざわざ鳥って書くかな、カラスだったら。なるほどね。他には調べられそうなところはなさそうかな。お、図書の貸し出しや返却を行ったりするカウンターだ。なさそうだね。外側も見られないし。じゃあこれちょっと考えてみようか。考えます。ちちゃ猫がいてくれてよかった。もしちちゃ猫がいなかったら、私は自分のアリバイを説明できなくて、本当にシロサギの殺人犯にされていたかもしれないもの。そうだよね。よかったね、本当に。ちょっともうちょっと移動してみようか。じゃあ他には教室戻ってみようか。誰かいるかもしれないしね。あ、先生か。先生に話しても他に何もないし、記録はないしね。ちょっと教室ちょっと調べてみようか。きちんと整理して並べてある。そう、ここが自分の教室だというのはちゃんと覚えている。覚えてるんだよな。お、私が廊下を歩いていると、不意に後ろから声をかけられた。誰？あ、少年。ねえねえ。お、誰？小学生がなんでこのところ。落としたよ、これ。話しかけてきた生徒の手には、生徒手帳があった。あ、ありがとう、生徒手帳。わ、ありがとう。生徒手帳も見とこうぜ、なんか。校則とか見といた方が良さそうな気がするけど。いえいえ。じゃねー。いいこと。名前教えてほしいな。私が生徒手帳を受け取ってお礼を言うと、生徒手帳を拾ってくれた生徒は、軽く会釈をして去っていってしまった。生徒手帳を落とすなんて、危ない危ない。なくしたら大変だから、ちゃんと持っておかないと。ね、多分定期とか入れてあるんじゃない？生徒手帳を手に入れました。私の生徒手帳だ。これも詳しく見ときたいな。もう調べられるところは全部調べたかな。そろそろちちゃ猫が戻ってくるかも。いやいやいや、さっき出たばっかなんだけど俺。私は一度カウンターに戻ってちちゃ猫から受け取ったファイルをパラパラとめくってみる。なんか書いてあったかな。記憶のない自分の行動がファイルには記されている。とても変な感じだ。ちゃんと働いてた記録は残ってるってことか。私の記憶はどうしてなくなってしまったんだろう。どうやったら記憶が戻るんだろう。考えても考えても答えは出てきてくれなかった。そうしているうちにだんだんとまぶたが落ちてきて、また寝ちゃうの？どんだけ睡眠大事なんだよ。私が立っていたのは公園だった。住宅と住宅に挟まれた寂れた小さな公園。大きな夕日が見える。夕飯の暖かで美味しそうな匂いが漂ってきた。そんな中、公園の片隅に座り込む小さな女の子がいた。可愛らしい。小学校低学年くらいの年だろうか。少し汚れた服で髪はボサボサのお下げにしている。ボサボサって感じはしないけど、この子が白ウサギかな。声をかけようか迷っていると、私の横を小さな女の子がかけていった。そして公園にいた女の子の横にしゃがみ込む。また来ちゃった。どうして来たの？ご飯の時間でしょ。
いいの。今日はお姉ちゃんが賞状っていうのをもらってきたお祝いなんだって。なんかで1番取ったのかな。そうなんだ。ねえねえ、それより見て、お母さんがパイ焼いてたから、ほら。そう言ってかけてきた女の子は、夏から一切れのパイが入ったビニール袋を取り出した。あ、懐からか。うん。お下げの女の子はそれを見て一瞬嬉しそうにしたが、すぐに暗い表情になった。そうだよね、手洗ってないもんね。ダメだよ。これは、お姉ちゃんのお祝いのパイでしょ？いいの。だってほら、ここに、私を食べたって書いてあるんだから。ほんとだ。いいの？もちろん。その代わり、さっきのお話の続き聞かせてね。あと手を洗ってね。うん。そして二人は笑い合った。あれは、あと遠い昔の記憶みたいな感じ。どっちかがアリスちゃんなんだろうね、多分。あれは、あの二人は。ああ、びっくりした。もうお前びっくりさせんなよ、顔で。ねえ。何今度は。突然至近距離から声をかけられた。カウンターの向こう側に教室であったウサギの被り物をした子供がいた。これがあの子とかそういうこと？いつの間にか眠ってしまっていたようだ。ごめんなさい。私寝てて、また事件が起きたとかないよね、寝てる間に。ねえ、借りてもいい？何を？本を借りたいのだろうか。事件の捜索のために図書室へ来ているから。本来なら今日の図書委員の仕事は終わっているはずで、勝手に本の貸し出しをするのは良くないだろう。ごめんなさい。今日はもうダメなの。本の貸し出しならまた今度。そっか、ダメか。それなら返すのはいい？返すのだったら全然。あ、ダメなの？ごめんなさい。今は図書委員の仕事をしているわけではないの。図書室前の返却ポストに本を返すのは自由だから、そっちで。と、私が図書室の外を指さすと、直接返したかったんだけどな。え？私の言葉にかぶせるようにして、この子供は言った。ちょっと、拗ねているような悲しい声で。そういえば、この子供、借りたいとか、返したいとか言う割には、何も持っていない。何を返すつもりだったの？怖いんだけど。からかわれているのだろうか。じゃあ、しょうがない。今度返すね。記憶じゃない？記憶を返そうとしてんじゃない？これ。うん。一人で納得したようだ。図書室から、その子供は出て行った。何なんだろう今の子。妙に引っかかるが、やはり思い出せそうにはなかった。悶々と考えていると、扉が開き、ハートの女王様、図書室へ入ってきた。あら、あなたこんなところにいたの？そうなんです。気持ちを紛らわせようとして、本を読んでました。どう？何かいい情報は手に入った？そうですね、有力な情報、証言、証人がいましたよ。なんとかなりそうです。きちんと説明したら分かってもらえると思います。さすがに一つだけの証拠じゃねえ。あれじゃ論破されちゃいそうだけど。よかったわね。はい。あれ？カウンターに置いてあるパソコンの電源がプツンと音を立てて落ちてしまった。どうして電源が落ちちゃったんだろう。やだ、故障じゃないよね。つか、プリントしたやつなんか盗まれてるとかないよね。付け直してみればいいじゃない。こういうのって、ね、付け直すといろいろと。そう言われて私はパソコンの電源スイッチを押した。問題なく起動するみたいだ。履歴が消えてるとかないよね。あ、ちゃんと立ち上がった。よかったー。でもパスワード入力しないとダメじゃん。あれ？画面にはログイン ID とパスワードを求める表示がされている。ID とパスワードって、なんだっけ？さすがに覚えてないよね。パソコンルームのパソコンじゃなければ、自分の生徒 ID と自分のパスワードを入れればログインできるんじゃない？それすらも忘れてんじゃない？生徒手帳とかに書いてないかな？あ、なるほど。言われてみればそうだった。まったく、しっかりしなさいよ。そんなんで大丈夫なの？申し訳ないっす。このドジっ子アピールをすることで男が寄ってくるんです。返す言葉もありません。そうして、ハートの女王と話していると、チェシャ猫が図書室へ戻ってきた。あら、チェシャ猫、ハートの女王とも知り合いなんだ。チェシャ猫は、ハートの女王様の方を向いて軽く会釈をした。調べ終わった？うん。ありがとう、チェシャ猫のおかげで、私、頑張れそう。よかった。いい友達に恵まれてるじゃない。チェシャ猫は目を細めて微笑んでくれた。その様子を見たハートの女王は首をかしげてこう言った。ん？あら？あなたたち仲直りしたの？どういうこと？喧嘩してたってこと？え？随分と気まずい雰囲気だったじゃないの。
昨日からだったか、いつからだったかしら。理由は知らないけれど。怪しくない？ちしゃねこちゃん。私は眉を寄せてちしゃねこを見る。一体どういうことだろう。ちしゃねこは私との関係を友達と言っていい関係だと言った。しかし記憶にはないが、もしかして喧嘩中だったのかな。それとも、ちしゃねこ、どういうこと？私たち何かあったの？ちしゃねこは私をじっと見て、そして軽く首を振った。怪しい。これはめられてんじゃない？もしかしたらこの履歴は改ざんしたもので、証拠品として出そうとしたら、これは改ざんされてるよみたいなことを言われて、え、どういうこと？ちしゃねこにはめられたの？みたいな展開になるんじゃない？書いたメモを私に見せる。行こう。もうすぐ裁判が始まる。今日やるの？明日じゃないの？マジかよ。超大変よ。私とちしゃねこ、そしてハートの女王様の3人で体育館の前まで歩いた。じゃあ私は先に行ってるわよ。お願いします。そう言ってハートの女王は体育館、もとい裁判所に入っていった。私とちしゃねこの2人きりになる。うん、気まずいね。うん、喋ってよなんか。ちょっと気まずい。そう思っている私へ、ちしゃねこがノートを見せた。大丈夫？心配してくれる。いい子だってことはわかるけど、記憶のない私には、ちしゃねこと一体何があったのかわからない。ちしゃねこも意図的にそれに答えないつもりだ。知られないままね、記憶がないまま過ごせば平穏に過ごせるわけだからね。うん、大丈夫。だって、何もわからない私に、ちしゃねこは手を差し伸べてくれたのだ。ちしゃねこが見てくれているなら、頑張れると思った。行こう。始まるね、裁判が。どうなるんだろう。嫌な予感しかしないけどね。はい、というわけで第3章、アリス、被告人アリス、クリアしました。いよいよね、二次裁判が始まるわけなんですけれど、嫌な予感しかしないよね。あの証拠が果たして使えるのかどうか、なんか大どんでん返しがありそうですけれど、頑張って第4章もやっていきたいと思います。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。